はい、池上です。はい、池上です。ウェルビングライオンズです。皆さん、こんにちは。こんにちは。今回のテーマは、私がハーフマラソンをまともに走り切れるようになるまでというところでお届けします。ということで、このタイトル的に、私がって私が言っちゃってるので、なんか私がハーフまともに走りきるね、私がなんかまるで全然ハーフグダグダになっちゃって、それがどうやって走りになるのかみたいな、ごくそんな感じに思われるかもしれないんですけど、実はそうではなくて、この私ってのは池上さんのことです。はい。で、皆さんからしたら、もう池上さんって、もうプロ、ね、プロの経験もあるし、いや、そんなまともに走りきるって言ったって、そんな我々とはレベルが違うでしょって思われるかもしれないんですけど、でもあったんですよね。大苦労。苦しみました。苦労した時期が、ほんまに。私からしてもね、池上さんにとって苦労がどういう感じなのかなっていうのはちょっと今回初めて聞くので、なかなかちょっと楽しみなんですけど、池上さんの思うそのまともに走り切れるっていうのがまずね、どういう状態なのかっていうのも気になりますし、まあそこのところのお話、まあ特にハーフマラソンっていう距離で、これまでフルマラソンについての話はいろいろしてたんですけど、まあハーフの動画ってあんまり出してこなかったので、まあちょっと珍しい動画になるかと思います。ぜひそれの辺も楽しんで見ていただけたらと思います。はい、ということで今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ちょっと早速聞いていこうと思うんですけれども、はい、ハーフまともに走り切れるまで結構かかったって言いましたよね。かかりましたね。丸2年。まともに走り切れる前ってのはどういう状態だったっていうか、どういう走りだったんですか。いや、レースって基本苦しいじゃないですか。苦しい。当たり前ですけど、はい、ね、ハーフマラソンまともに走り切る前っていうのは、はい、なんかもう後半ヘロヘロで体動かなさすぎて、はい、もうなんかね、いや動かないっていう意味では苦しいんですよ、はい、でももう呼吸とかめっちゃ楽なんですよ。あ、呼吸とかめっちゃ楽で、もうそれこそ初ハーフとかめっちゃ覚えてますけど、はい、洛南の先輩とか沿道にいたんで、はい、うちはみたいな挨拶しながらもう挨拶しながら走るみたいなファンランみたいな、そう、ほんまにファンランみたいになるぐらいもう体が動かなくて、はい、いやもう全然レースにならなかったです。そんなだったんですか。めっちゃ失速しました最後。いや、これは私高校一緒で1年先輩だったので、すごい私はずっと池上さんたちのイメージがあったんですけど、当時から高校生の時からなんか高校生離れしたなんか長距離適性みたいな、なんか長い距離強いみたいなイメージがすごいあるタイプのランナーだったんですよ。だからハーフとかもむしろなんかすごい向いてるというか、ぴったりの距離なんかなと思ってたんですけど、実はそういう状態になってたんですよ。いや、自分でもそう思ってたんですよ、はい、自分でもね、高校の時はだから例えば1500、一応近畿インターハイまで行ったんですけど、はい、近畿の決勝まで行って決勝で落ちたんですけど、3分台でしたね。3分58で、はい、で、その時とかももう800の TT やっても2分6秒みたいな。あ、はい、800の TT やっても2分6秒やけど、もう1500もそのまま行くみたいな感じだったんで、はい、あとなんかもう駅伝とかもね、はい、トラックの5000の通過よりも速いペースで8キロ走るみたいな、そうですよね、感じだったんで、はい、自分でも長い距離は、まあ、特にハーフってロードじゃないですか、はい、ロードは強いと思ってたんですよ、はい、で、まず高校1年生の時に32キロ走とかクリアしてるし、はい、で、大学入学前ももうその関西インカレのハーフ走りたいっていうのは伝えてたんですよ、はい、陸上部の先輩に、はい、で、もうハーフやりたいっていうことで言ってたんで、まあ、1月に都道府県対抗男子駅伝終わって、なんか2月はレースが続くんですよね。そうですね。でも2月の中旬ぐらいでもうレース終わるから、その後まあハーフマラソンなんとなくイメージしてみたいな感じで、はい、まあ、25キロ前後の距離も頻繁に走りましたし、はい、36キロを3分半でやったこともあるんですよ、高3時に。ああ、そうなんですか、うん、そんなことも言ってたんですか。卒業式の日に一人で勝手に朝早く来てやって、はい、いやこれマラソン行けんちゃうかなと思ったけど、はい、卒業式あるから帰らなかったって36キロで終わったんやけどそうだったんですよ。だからハーフとかも行けるやろみたいに思ってたんですよ、はい、そしたらもう全然ほんまにもう10キロ過ぎたらもう思いっきり失速して。ああ、そうなんですか。そう、最後の方とかも3分15多分超えてるもん。いや、もうなんかほんまにレースって苦しいもんっていうイメージがあるし、はい、動くときと動かないときありますよ、はい、でも最後の1キロとかはもうほんまに死ぬ気でスパートかけるじゃないですか、はい、もう思いっきりハーハーハー言って、はい、ね、もうタスキ飛び込んでいくみたいな感じじゃないですか、はい、ほんまにハーフのときはラストスパートがなんかかかるのしちゃったんですよ。
あの特攻隊の最後燃料切れでそのまま滑空してるみたいな滑空してそのままこうバーンみたいな、そう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 燃料ないけど滑空だけはできるよなみたいな感じでゴールしたんですよ。へえ、あ、そうだったんですか。それがもう1本2本3本って続いて、はい、しかも終わってからのダメージもすごくて、はい、1週間とかもまともに練習できなかったです。あ、そんなにダメージあったんですか。3日ぐらいは本当にもう夜も寝れない、あの寝るんですけど夜中にうなされて起きるんですよ、はい、みたいなのがもう3日ぐらい続いて、はい、結局全部で2週間ぐらいかかりました回復するの。呪いみたいに、そう呪いみたいに、ハーフの呪いみたいな。2本目も、2本目も、1本目は気温が高かったっていうのがあって4月ですよね。そうそうそう、4月27日で、その時は本当脱水がひどくて3日ぐらいずっと喉乾いてたんですよ、はい、飲んでも飲んでも、はい、で2本目は3月とかだったんでまだ気温は低かったんですけど、でももう血便が出て、もうなんかそれこそその時も1週間10日ぐらいまともに走れるまで時間かかりました。ちなみにその初ハーフとか2回目ぐらいの時タイムどれぐらいだったんですか。タイムは初ハーフが66分27、はい、で2本目が65分27、はい、でも1本目も中間点まで31分ちょうどぐらいで行ってるんですよ。あ、早いですね。だからもうその後半は32分とか、はい、で、2本目も10キロの通過30分12で通過して、それで65分27からほんまにもう最後の2キロとか6分40とか。ああ、そうですよね。今振り返ってみてですけど、なんでその初めて付近の時そうなんですか。なんでなんでしょうね。あのね、その時思ったのは、はい、ただ単に距離を踏むっていうのと、はい、レースペースで長く走るっていうのは全然違うんだなっていうのは正直思いました。高校生の時って長い距離を走るとかは一人で勝手にやってましたけど、はい、インターバルは 1000m5 本とかしかやんないじゃないですか、はい、で 2000m4 本とかもありましたけど、なんかペースはなんか6分20とか、はい、なんかほらなんていうかな、佐久長聖がそのまま8000ペース走みたいなんでやってんのも、洛南は2004本みたいな感じやから、ほんまになんかレースっていう感じではないじゃないですか。そうですね。そうだから、それがやっぱり一つ全然違うなって思いました。 ある程度インターバルの本数増やしていかないとハーフって無理なんだなっていうのは思いました、はい、まあ言うたらある程度そのレースペースに近い強度で、まあ、しっかりその本数っていうか量をこなしていくっていうようなこともやっていくっていう、そのなんかね中間がなかったんですよ。例えば3分5とか3分10で押していくような練習っていうのがあって、はい、それを踏まえて、だからそこで、あ、やっぱ無理なんだなってなって、2本目は逆に2本目のハーフの前ね、はい、20キロのタイムトライアルをバンバン入れたんですよ1人で。あ、でもダメだった。そういうことある。でそれもあのね、後から振り返って思うのは、その結局1人でね全力でタイムトライアルやるのってタイムなんか出ないんですよ。そうですね。でも全力で走っても20キロが64分とか、厳密には全力出せない、出せないです。でもそれでもその日の全力は出してるんですよ。そうですね、うん、でもそんな一人で追い込むって言ってもなんかできひんし、本来体が持つ力っていうのはまあ出ないっていう感じ。出ないですね、はい、だからそうすると物理的にペースが遅いじゃないですか。はい、64分っていうことは基本3分15秒なんで、3分15秒と、まあ当時だから65分27ってことはアベレージで言ったら15分半やから、はい、1000m3 分6秒ですよね。そうですね。だから 1000m3 分6秒と3分15秒、まあ3分14秒って全然違うじゃないですか、はい、だからやっぱりもうちょっとねインターバルやっときゃなっていうのはあるんですけど。ああ、なるほど。だからその辺ですよね。その辺がまあ一つちょっと敗因になったんじゃないかと。敗因っていうかまあいいレッスンですよね、はい、だからただ長い距離走るだけでもダメだし、はい、だからといって20キロのタイムトライアルでもダメだったし、はい、なんかその辺のバランスというか、はい、っていうのはすごく学びましたね。なるほど。ただそれが2回目のハーフが、まあ、大学1年生の終わりですよね、うん、19歳に走った65分20になるよ、ね、でそこから約1年経たないぐらいですよね。そうですね、1年経たない。その翌年、まあ、大学2年生の冬、2014年の1月、うん、まあ、今ハイテクハーフマラソンになってますけど、その前身の谷川マリハーフマラソンで63分9秒という記録を叩き出したじゃないですか、うん、まあ、いわゆるそれが初めてマラソン、ハーフマラソンをまともに走り切れたレースだと思うんですけど、そこに至るまでっていうのはどういう風な取り組みをしていたんですか。
まずでもその1本目じゃあ2本目のハーフマラソンが終わった後、はい、やっぱ疲労を溜め込んじゃって練習もできなかったし、持ってたら故障してしまったんですよ、はい、でそういう状態だったんで、まあ、まずは一から体作りっていうことで、はい、7月8月ぐらいにその母校洛南高校の合宿とかに参加させてもらって、はい、でもその合宿で行く先が京産大と一緒なんですよね、はい、洛南と八五星じゃないですか、はい、だから京産大の方と一緒に練習させてもらったりとかしながら、はい、で9月はあの法政大学の合宿に入れてもらったんですよ。あ、はいはい、でそこで箱根駅伝に出るような大学っていうのがどういう練習してるのかなっていうのを勉強させてもらったんですね、はい、で、まあ、当然一緒にやるから嫌でも体もできていくじゃないですか、はい、そっからだから1本目2本目の反省を踏まえて、だから1本目は高校の時もそう 1000m6 本とか315本みたいなインターバルやったり、はい、で距離も踏んでたと、はい、ただその間がない、はい、で、2本目は逆に 20km のタイムトライアルとか、まあ、5km2 本みたいなね、はい、練習ばっかやってたんですよ、はい、でもそれも1人でやってもタイム出えへんし、だから逆にスピードに対応できない、まあ、逆に 10km までよく30分12でいったなみたいな逆にねっていう感じだったんですよ。だからその3本目の前はもうちょっとなんかまんべんなく入れようかなみたいな感じで、だからインターバルも例えば1200を8本とか、はい、1600を6本とか、まあ、よくやってたのは1200、8本なんですけど、はい、でそれを400つなぎでやってたんですよ、はい、そうすると1200走って400つなぎやから質も結構担保できるんですよね。そうですよね、400なんで、はい、でも1200、8本やから9600カバーしてるじゃないですか。結構距離もしてますね。だからそれで3分ちょうどから2分55ぐらいのペースでやってたんですよ、はい、だから質はそれで OK、はい、で量もまあ1万メートルぐらいカバーしてる、はい、でそれとは別に3キロ4本みたいな練習も入れてて、はい、これはハーフマラソンのレースペースです、はい、でさらにそのハーフマラソンレースペースよりもちょっとだけ遅いペース、はい、まあ、具体的に言ったら 1000m3 分15秒みたいなので12キロ走とかやってたんですよ、はい、でそれプラス足もやっぱり持たんとあかんからもっと遅いペースで、はい、1キロ3分45秒とかのペースで32キロ走やったりとかみたいな感じでいろんなペースの練習っていうのをまんべんなく入れたんですよね、はい、あともう一個大きかったのは10月に高島平のロードレースに出たんですよ。あ、はい、でその時にあの直前にあの熱出して熱と故障のダブルパンチで練習できなかったんですよ、はい、でも無理やからタイムを狙うのは、はい、そうですね、無理やからもうペースを抑えていこうっていうことで、はい、まあ、本当やったら60分台出したかったですね。61分出たかったです。あ、はい、でももうそれ無理やなと思ったから3分5秒でいけるとこまでいこうと思ったら、はい、ほぼほぼ3分5秒で最後までいけて61分37秒で走れたんですよ、はい、20キロですよ、はい、でそこでね初めて感覚つかめたんですよ。初めて最初から最後までレースで20キロ走れたんですよ、はいはい、下手なんと、はい、でラストスパートもその時はかけれたし、はい、それで感覚つかんでっていうのも大きかったですね。あ、そこでつかんだ感覚、まあ、言語化難しいかもしれないんですけど、うん、でもあえて言語化するとしたらどういう感覚でした？あえて言語化すると、はい、なんか得意なはずやのにこれは難しいですねいつもやってるんですけど多分ですけど、それまでのレースって例えば31分ちょうどとかね30分12秒とかで通過して最後ヘロヘロになってるから、はい、めっちゃ苦しいところともうヘロヘロになってある意味楽、はい、いやきついのはきついんですよ。きついのはきついんですけどもう呼吸とかは楽なんですよ、体が動いてないから、はい、っていうその両極端しかなかったんですよ。ハーフマラソンを走り切るっていう感覚がつかめなかったんですよ、はい、ハーフマラソンというレースってどういうもんなのっていうのが分かんなかったんですよ。当然駆け引きなんかできないし、でもその時は初め抑えて走り出します。でそのまま最後まで行ったからその全部こうまんべんなく苦しい、はい、だからその20キロを通してレースをするっていう感覚がまず分かりました。でさらでもそれはなんでですかって言ったらやっぱ夏場練習しか行ってきたからですよね、はい、30キロ走にも何回も取り組んだし、はい、25キロを5キロ18分ぐらいのペースで行って、はい、なんか5分か10分ぐらい休んで2キロ1本5分50みたいな、その後半の2キロっていうのはもうスパートみたいな、スパートっていうかもう5分ぐらい休んでみんなで用意、だから法政大学での練習でやったんですよ。あ、そうなんですね。そう。でそれで重い足の中でレースペースで走るっていう感覚を掴んでいったんですよ。はいはいはい、そういうのも大きかったですね。あと3000プラス2000プラス1000プラス1000を2セットみたいな、あ、はいはいはい、練習とかをやったりして、
で、そういうのもだからそのめっちゃ走り込んでる中でやるから、それもまた足が重い状態でどうやってレースペースで走るかっていう感覚をつかめたんですよね。まあ、そこから高島平のロードレースを経て、そしてあの谷川マイハーフマラソンでの回数をっていうところに繋がっていったんですね。うん、あとはそれで言ったらね、年末に平井健太郎と5000散歩したんですよ。あ、そうだったんですか。そう、平井健太郎って京都大学にいて、あのそういうまあすごいやつがいたんですよ。彼で2番に入って、1万メートルも28分36で走ってるやつが、まあ、当時そんな速くなかったんですけど、やつがいて、で初め3分5秒でやろうって言ったんですよ。はい、でもそれをなんかね、1000メートルスーって行ったら2分59で行ったんですよ。はい、え、なんかめっちゃ楽やなみたいな、はい、まあ、このまま行こうってことで50003本を15分ちょうどでやったんですよ。でそれもあって感覚つかめましたね。あ、そこでハーフを、まあ、キロさんで行くような感覚をちょっとつかんだ。そうですね、まあ、それこそ3本目とかは回しつりそうだったんですよ。そうです。でもそう、その中でやっぱりどうやったらキロさんで行けるのかっていう感覚がつかめたので、まあ、そういう意味で言ったらあれですね、足重い状態でどれだけレースの動きができるかっていうのが一つポイントなのかもしれないです。特にハーフとかだったら結構そうかもしれないですね。そうですね、まあまあ速いペースで行かないといけないですね。まあまあ速いペースですから、ね、意外と市民ランドの方で多いパターンなのが、うん、フルはいけんねんけどハーフがきついねんなっておっしゃる方結構多いんですよ。いるかもしれんわ。結構多くて、でなんでなんですかって聞いたら、いや速いやんハーフって、うん、おっしゃるんですよ。そうやわ、それってそういう感覚かもしれないです、ね、そういう感覚やと思う、はい、まさに。だから36キロまで3分半で走れたのに、はい、ボロボロになるってそういうことよね。はいはい。じゃあ池上さんがやっぱりまともにハーフマラソンを走り切れるまでの道のりっていうのは、まあ、21キロの距離の中で最後ゴール地点の時に力を空っぽにする、まあ、その感覚を掴んでいったっていうところが一つ大きいと思うんですけど、いや今めっちゃいいこと言った、はい、あのね、21キロ地点でその力を空っぽにするっていうことができなかったんですよ、はい、21キロ走り切ること自体は市民ランナーの方でもねそんな難しくないことだと思うんですよ、はい、だけどそこで自分の全力を出し切れるだけの体を作るっていうことが初めはできてなかった。はい、お目に預かりました。中学かな、中学の時に思ったのが、中学って800、1500、3000メートルなんですよ。で、あのそれで3000メートル速い選手が800走ったら余裕じゃないのって思ったんですよ。距離だって3分の1もないやみたいな。そうやな。で、3000めっちゃ速い人が800走ってるの見たことあるんですよ。全然みそかすみたいな走りしてるんですよ。なんでなんやろって思って、不思議やなーって思って。っていう時に、で自分もやっぱりいろんな距離に挑戦したんですよ。それでそういうのが面白くてどういう風になるのかなと、そしたらやっぱ全然違うと思うんですよ。だから自分が走る距離の中でどういう風にゴール地点で力空っぽにするのかっていうのは、力の出し方が全然違うんだっていう、それがある意味そのハーフの中でうまいことそれができるか、フルマラソンの中でそれができるかっていうところはまた全然違ってくる。そうですね、違いになった。ついに名言出ました。その中で、まあ、再度ちょっと、まあ、似た質問になるかもしれないんですけど、池上さんの思う、まあ、ハーフならではの難しさと、まあ、対処ですよね、うん、そのハーフマラソンを受けた対策っていうところでいくと、まあ、池上さんはどういうことが大事だと思われますか。まあ、やっぱりね、市民ランナーの方に強く言いたいのは、はい、合計距離が1万メートルから1万2000メートルぐらいのインターバルを入れることじゃないかなっていうふうに思ってて、はい、だからその市民ランナーの方にね、そう言ったらね、いやそんな10本もできないですって言う人多いんですよ、はい、いや趣味でやってるんでそんなに10本もできないですよ。いやでもね、それはまた違うんですよ。ペースを落として10本12本やるっていうのと、もう本当にね、なんかレペティションみたいな感じで全力を出し切る 1000m3 本5本っていうのとまた違うんですよ。だからやっぱそれは練習の目的っていうのが違うんで、まあ、だから同時に認識していただきたいのは、 1000m5 本よりも10本の方が必ずしもきついかっていうと、必ずしもそうではないと思う。確かに。ただそのハーフマラソンを走り切るにあたっては、やっぱそのあたりの練習っていうのができてないと、こうちょっとなんていうんですかね、その力の出し方っていうのが覚えられないので、はい、あとはもう一つ何かプラスアルファで入れるんだったら、距離走を多分されると思うんですよね、はい、25キロ走とか30キロ走とか、はい、その後に2キロちょっと休んで2キロ1本とか、1キロ1本とか入れるだけで、またちょっと体の使い方っていうのを覚えられるんじゃないかなというふうに思います。ちなみになんですけど、これ全然今回の本編では全く関係ない話するんですけど、何、まあ、池上さんってね、すごい距離長いの適性ありそうってイメージもあって、池上さん本人も思っている、まあ、自他ともに認めるその、まあ、距離
の、まあ、体制というかすごいあるタイプの方だと思うんですよ。キマジャって将来的にウルトラマラソンとかやらないんですか？あ、ちょっとやってみたいなと思う、はい、マラソン無理になったらやってみる、はい、私はもう多分ウルトラ風紀なんですよ。でも池上さんなんか将来的に面白いかなと。いや俺もそう思うねんけどな、はい、機会があったらやってみる。もしかしたらいつかウルトラランナー池上さん登場かもしれないですね。やってみる。はい、楽しみにしてます。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ということで今回は、池上さんのですね、まあ、これまでを振り返っていただいて、まあ、ハーフマラソンという距離をまともに走りきるようになるまでというような動画をお届けさせていただきました。まあ、タイトルだけ見るとなんかハーフマラソンを、ね、普通にこうちゃん走り切ったことない人が走り切るまでみたいな、なんかそういう風に捉えるかもしれないですけど、実はハーフマラソンという距離をちゃんとレースとして走り切る、それができるようになるまでというね、ちょっとそういうテーマでお届けしたんですけど、おそらくですけど同じような、まあ、悩みというか、まあ、感覚に悩んでいる方いるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひ今回のお話がまた役に立つとすごく嬉しいです。そして弊社ウェルビン株式会社では、その池上さんが書いた小説長距離走マラソンが速くなるためにたった3つのポイントという、まあ、書籍を通常販売しているんですけれど、まあ、こちらの、まあ、原稿ですね、この原稿を PDF 形式でメルマガ登録いただいた方には無料でプレゼントしています。なので、こちらをですね、本当に今回のお話だけではなくて、まあ、池上さん自身のこれまでのこうプロとしての経験だったり、まとまっている入門書っていう形として、すごく読んでいただきやすいものになってますので、気になる方はこちらをすぐに下の URL を押していただいてメルマガ登録してお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。弊社ウェルビン株式会社が提供する書籍、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントの原稿データを現在メルマガ登録者の方に無料プレゼントしています。本書は弊社代表で大阪マラソン日本人トップの池上秀幸が長距離走マラソンが速くなるために最も本質的な点について解説したもので、迷った時にはいつでも見返せる入門書としてもお使いいただけます。ランナーの方であればお手元にあって決して損はない一冊です。ぜひ今すぐ下の URL よりお受け取りください。ちょっとこれを聞いてハーフマラソン極めてみようかなと思います。ハーフマラソンの王に。あ、でもそれやったら日本だったら60分ちょうどいい。60分ちょうどいいかな。小倉さんのあの記録ちょっと無理かな。車やったらいいかな。車やったら遅すぎや。大渋滞です。大渋滞。